本日お伝えしたいのが、ナイル殺人事件、完全に騙されたということでですね、やっていきましょう。ということで、改めまして皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。普段はですね、ゲーム実況をやらさせていただいておりますが、最近はですね、本のまとめであったりとか、映画の感想であったり、ドラマの感想などを上げさせていただいております。ゲーム実況もですね、楽しいんですけども、なかなかですね、いろいろね、予定が合わなかったりとかですね、いろんなね、葛藤があったりしてですね、現在しばらくですね、実況を中止しているところなんですが、ゲーム実況自体はですね、2025年ですね、来年のね、10月の後半までは一応ですね、シリーズですね、もう収録し終わっておりまして、1年以上先までは18時に毎日更新される予定でございますので、ぜひぜひチャンネル登録して遊んでいってください。2024年のですね、年末までにはですね、チャンネル登録していただける方がですね、1000名を超えていたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 4 years, but I'm sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1000 subscribers by the end of the year.I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. Remember, if this is your first time here, please click the subscribe button. ということでですね、やっていきましょうか。ナイル殺人事件でございます。何やらですね、きな臭いタイトルでございますが、これね、実際にですね、英語のですね、現代、っていうね、元のね、タイトルはですね、Death on the Nile というですね、英語のタイトルも、そのまんまなんですよね。うん。で、かつですね、小説のタイトルがですね、ナイルに死すというですね、小説のタイトルの方がちょっとおしゃれ、タイトルになっておりますね。うん。でですね、昨日ですね、私ですね、映画をなんとですね、3本見たんですよ。だからですね、5、6時間ぐらいずっと映画見たことになるんですよね。昨日かな。うん。結構ね、大変だったんですけど、エヴァンゲリオンのですね、2作ですね、新しい、映画はね、すでに見てたんですが、4本あるんですね、その映画がね。で、後半2本見てなかったんで、その2本一気に見たのと、プラスナイル殺人事件と見たので、かなりですね、最後の方意識朦朧しながらですね、見ていたという、流れもあるんですが、非常にですね、この作品、良かったなというふうに思いました。うん。ということでですね、見ていきましょうか。まずこのナイル殺人事件、なぜこれを見ようと思ったかというとですね、もう動画で紹介しているんですが、オリエント急行殺人事件というのがですね、ありまして、それのね、続編にあたる作品でございます。なので、作品がね、もしあればですね、見ようと思っていたんですけども、その作品をね、視聴する機会に恵まれたので見てみたという流れでございますね。ということでですね、まずですね、ナイル殺人事件、デス・オン・ザ・ナイルはですね、2022年に公開されたですね、アメリカ合衆国とイギリスの合作によるミステリースリラー映画だということです。原作はアガサ・クリスティですね。もちろんアガサ・クリスティさんの1937年の小説でございます。ナイルに死すで、1978年の映画と2004年のテレビシリーズ、名探偵ポアロのエピソードに続く3度目の映像化であるということでございますが、78年版と2004年版はちょっと知らないので、どんな感じなのか、またね、映画があれば見てみたいなというふうに思っております。さあ、監督はですね、前回引き続きケネス・ブラナーさんということで、この方がですね、非常にですね、いい演技をされてらっしゃるんですよね。で、脚本等々はですね、また、紹介できる時だったら紹介したいなと思います。ということでですね、ナイル川のですね、川下りツアー中にですね、新婚旅行中のですね、夫妻のですね、妻がですね、いろんなね、事件が起こるというような話でございますが、まずですね、この映画ですね、冒頭はですね、なんとですね、白黒ムービーから始まるんですよね。
どういうことっていう感じなんですが、確かですね、冒頭ですね、1914年だったかな。第一次世界大戦中なんですね、おそらくね、冒頭ね。で、世界大戦中に、このね、主人公のね、探偵はね、エリキュール・ポワロという人なんですが、この方ですね、ベルギー人なんですよね。で、どこの戦争に行ってたかはわからないんですが、橋をですね、奪還してこいというの指令をね、受けるんですよね、上官がね。で、それをですね、なんかのタイミングがあったらね、風向きが変わったら行けっていう話だったんですよ。煙幕をね、使ってですね、自分たちの姿を見えなくして攻撃すればね、奪還できるみたいな指示が来てたんですが、そのタイミングをね、まあ大佐かな、上の人がね、測りかねていったところを、今すぐ行けばですね、なんとかなりますっていう風にね、ポワロが進言するんですよね。なぜそんなことが進言できたかというと、なんか鳥のね、動きを見てですね、風向きがですね、読めるということでですね、今すぐ行ってくださいという話で、煙幕をね、張ってですね、突っ込んでいったらですね、見事に煙幕がですね、ポワロたちの部隊の前に流れていってですね、風がね、で敵から姿が見えなくなって、見事橋を奪還しそうになるんですが、まあ、相手はね、逃げていったんですよ。逃げていったんですが、相手がですね、どうもね、爆弾、地雷かななんか仕掛けてたみたいで、まあ、地雷がその当時あったかどうか知りませんけど、まあ、その地雷にですね、大佐がですね、喜んでたんですよね。よくやったぞ、みたいな感じでね、ポワロを褒めてくれるんですけど、農民にしておくには惜しい男だな、みたいな感じで褒めてくれるんですが、大佐がね、その後ですね、地雷みたいなの踏んでね、多分爆死してしまうんですよね。で、まあ、本当にね、部隊もですね、ほぼ多分無傷でですね、橋を奪還できたっていうぐらいのね、素晴らしいですね、あれをね、先行を上げたかと思いきやですね、一点ですね、もうすごい負傷兵がね、いっぱい転がっているようなね、シーンにですね、移り変わるんですよね。まあ、おそらく戦況がね、逆転してしまったんじゃないかなと気がしますね。まあ、ポワロはですね、非常に鋭いですね、観察眼を持っておりまして、まあ、それでですね、そこからですね、いろいろ推理をしていって、まあね、その観察眼で、まあ、探偵をしていくということをですね、後にすることになるんですよね。うん、だけどその時はね、まだ農民だったみたいで、で、かつ戦争に出ていてですね、で、かつ負傷してしまうんですね、ポワロもね。で、ポワロがですね、前回のですね、オリエント急行殺人事件の時もですね、すごくですね、写真の、写真の中とか写真の女性をですね、非常にですね、大事にしている光景が何度も出てきておりまして、その方についてはですね、ほとんどね、語られてなかったんですが、このナイル殺人事件ではですね、語られることになるんですよね。おそらくですが、そのね、女性が、その1914年の、まあ、ポワロが負傷した、まあ、その、多分14年の時のその戦いで負傷した時かどうかはわかりませんけど、負傷してるね、ポワロの前にね、現れるんですよね。で、ポワロはですね、顔をね、横に背けたままですね、大佐を救うことができなかったって言ってね、悲しんでるんですよね。で、その、ね、女性ですね、女性がやってきてですね、私はもう看護師ですし、どんな姿になっていっても、愛することはできますみたいなことを言うんだよね。そしたらね、こんな姿になってもかとか言ってですね、プッとね、こちらをね、ポワロが向くんですが、もう顔のね、右半分ぐらいがですね、顔の肉がですね、もう取れちゃってですね、かなりのね、まあ、ひどい怪我をね、負ってる状態をね、見せるんですよね。まあ、結構ショッキングな映像ですよね、それはね。でも、そのね、女性をですね、なんだろう。気を強く保ってですね、まあ、髭を生やせばいいわって、マスタッシュを生やせばいいわっていう風にね、言って、そこからですね、現在に戻っていくと、シーンがね。まあ、そんな感じのね、回想シーンから始まっていくんですよね。で、現在に戻っていくんですが、なんか最初にですね、ポワロはですね、なんかですね、バーみたいなところにですね、偶然ね、入っていくんですよね。うん。これね、この偶然入っていくっていうね、演出で、前回のオリエント急行殺人事件もね、
同じような演出がされてて、前回ですね、オリエント急行殺人事件でですね、偶然ですね、そのオリエント急行に乗り合わせたお客さん二人の関係をですね、見てしまうというシーンがあるんですが、それがですね、船に一緒に乗り合わせるというですね、偶然ね。そんなことあるって思うんだけど、でも今回もですね、事件の関係者がですね、いっぱい集まってるバーにですね、偶然ね、やってくるんですよね。まあ、そもそもはね、でも、オリエント急行殺人事件の、まあ、エピローグとか、エンディングにですね、新しい、ね、事件のですね、捜査の依頼をね、受けてたんですよね。で、それがですね、舞台がエジプトということだったんで、まあ、そのバーがですね、エジプトのバーだったかどうかちょっとわからないんですが、まあ、おそらくそうだと思うんですが、まあ、そこにですね、ポーラがやってきておりまして、で、そこにですね、ブルースをですね、情熱的に歌うですね、まあ、肌の黒い、まあ、黒人さんのね、女性がいるんですが、その女性にですね、おい、音楽は流れてこないのかみたいな感じでですね、詰め寄ってるね、おっさんがいましてですね、ただ、まあ、後払いでは歌うことはしないみたいなことをですね、その女性が言うんですよね。後払いだったらね、金払わないかもしれないから、前払いしてくれたら歌ってやるよみたいなことを言って、でそのね、しぶしぶそのおっさんがね、前払いでお金を出したら、まあ、すごいですね、ご機嫌なね、演奏をしてくれるんですよね。本当にその人歌が上手くてね、めちゃくちゃね、ビブラート、細かいビブラートでですね、で、かつですね、後でですね、ポアロもね、評価してたんですが、陽気なようでですね、悲しい歌を歌うみたいなね、そういうね、表現力を持ってる女性なんですよね。すごいね、本当にね、なんだろうな、やっぱあんまりそのね、日本人には出せない、声の出し方だなっていうふうに思いますよね。ああいう黒人の歌手の、ね、歌い方というか、ね、うん。その昔のエルビス・プレッツリーがね、憧れたのもね、ブルースだったんでしょ確か。エルビス・プレッツリーってなんだったっけ、ミサに出て、教会に行って、そのゴスペルを歌ってですね、そっからね、ロックに昇華させていったっていう、そういう確かね、背景がある人だったんで、その、確か、家庭に黒人さんが歌ってる歌に憧れて、逆か。あ、どっちだったかちょっと忘れちゃったな。でも、マイケル・ジャクソンがエルビスを、真似してたっていうね、話は聞いたことがありますね。マイケル・ジャクソンの奥さんがエルビスの兄弟かなんかだったっていう話で、まあ、すごくね、影響を受けてるっていうね、話はね、どっかで聞いたことがありますね。余談ですけどね。で、まあ、そのバーみたいなところにやってきてですね、まあ、眺めていると、ね、ちょっとなんかね、デザートをね、注文してですね、デザートをなんかね、選びながらね、いろいろね、見てるみたいな、そんな感じでですね、待ってるんですよね。ポアロがね。そしたらバーの中でですね、いろんな演奏が始まってですね、そこにね、情熱的な踊りをしているですね、男女が現れるんですよね。まあ、すごくですね、親密な関係のね、二人なんだろうなと思わせるですね、密着度ですね、踊りまくってるね、男女がやってくるんですけど、そこにですね、もう一人ですね、またお綺麗なね、お嬢さんがですね、やってくるんですよね。で、そのね、お綺麗なお嬢さんと、その、情熱的に踊ってる男女の女性がどうも友達だったっぽくて、で、今度ですね、私結婚するのみたいな感じで結婚報告をですね、その、後から入ってきた女性に、シルバーのですね、ドレスを着て女性に報告するんですよね。で、まあ結婚する相手がですね、でも、まあ、お金も全然なくてですね、まあ、どうしようもないやつっぽいんですよ。話を聞いてる限り。だけど、まあ、仕事を紹介してほしいみたいなことをね、頼むんですよね。その、ね、情熱的な、ね、お二人の、その、今度結婚するって言ってる、その女性の友達はね、資産家のお嬢さんなんですよ。だからですね、お金がいっぱいあるということで、仕事も紹介できると。いうことでですね、どっかのですね、お屋敷のですね、管理人の仕事みたいなのをね、進めてほしいみたいなことを頼むんですよね。ちょっとですね、迷ってるんですけど、そのね、男の方がですね、後から遅れてやってきたらですね、
なぜかですね、未来の管理人さんみたいな感じでですね、管理人にね、指名してくれるんですよね。で、そしたらですね、そのお友達のね、女性と、そのね、男の方が、仕事を紹介してもらったお礼に、一曲踊ってきなさいよ、とか言ってですね、二人がね、踊りに出かけていくんですよね。で、ところがですね、その踊りがですね、またですね、そういう社交辞令のね、踊りじゃなくなっちゃうんですよね。なんか歌ってですね、歌を聴いてですね、踊ってるうちにですね、だんだんなんかね、盛り上がっていっちゃってですね、またすごいね、密着度でですね、踊り始めてですね、あ、これはね、ちょっと、やばいんじゃないかと、いうふうにね、思ってたんですが、案の定ね、これがですね、大きくですね、その後のですね、運命をね、分けていくというようなね、ストーリーになってるんですよね。で、一応ね、ストーリーのですね、時系列的にはですね、1937年になってるんですよね。だから1914年かなんかで、農民でですね、戦争に出かけていたというところからいくと、まあ、23年ぐらい後の話になるんですが、まあ、当然ですね、ベルギー人のですね、名探偵エリキュール・ポワロさんはですね、もう結構なね、お年になっているんですが、まあ、そのね、ポワロさんが、エジプトでですね、友人のですね、ブークとですね、再会することになるんですよね。で、このブークっていうのはですね、前回のですね、オリエント急行殺人事件でもですね、登場していたキャラクターでですね、オリエント急行の、何だったかな。とりあえずですね、関係してる人なんですよ。関係者で。で、この人もですね、親がお金持ちみたいな感じなんですよね。で、たまたま前回はそのオリエント急行に、まあ、仕事のね、関係で乗ってたと。乗るというような話でですね、やってきてたんですが、今回はですね、なんか純粋にバカンスみたいな感じでね、やってきてたんですよね。だからお金をね、全くですね、稼がなくてもですね、まあ、財産がね、いっぱいあるんでね、エジプトとかにね、旅行しに来れるというような人なんですよね。で、現在はね、無職のブークさんはですね、まあ、金持ちのお母さんと一緒にですね、ツアー旅行をしていたと。で、このね、どこでですね、ブークと出会ったかというと、なんとですね、エジプトのね、多分ですね、ギザのピラミッドなんですよ。三大ピラミッドって言ってですね、エジプトにはね、ギザとですね、なんだっけ、メンカウラだったっけ。なんか三つピラミッドがあるんですよね。一個ピラミッドはですね、ちゃんとですね、白い化粧板がね、天井というか、上の方にね、しっかり残ってるような、映像になってましたが、あれ実際はどうなんだろうね。ちょっとわかんないな、実際はね。うん。多分、まあ、ピラミッドってさ、石でさ、岩で、が積み上がっているというような感じの絵を思い浮かべる人が多いと思うんですが、実はですね、本当のピラミッドですね、あれにさらにですね、石灰かなんかのね、化粧板みたいなのが施してあってですね、もっとね、真っ白で綺麗だったっていう話らしいんですよね。本当はね、あんな感じの砂っていうか土のような色じゃなくて、もっと綺麗なね、色をしていたというような話があるらしいんですよ、ピラミッドってね。で、一説によるとですね、あのピラミッドのですね、並び順がね、オリオン座かなんかのですね、星の位置とですね、ピタリと一致するというですね、説もあるんですよね。だからどうしたっていう話なんだけど、だからですね、あれがですね、なんかその天体の、動きと、場所とかとですね、位置関係とかと、うまくですね、一致させながら作ったんじゃないかというね、説があったりしますよね。うん。すごくね、謎に満ちておりますね、ピラミッドというのはね。うん。で、そのですね、ブークさんはですね、まあ、お母さん、と一緒にね、旅行しに来てるんですが、そこでね、ブークをね、どのように発見したかというと、ピラミッドでですね、なんとですね、タコ揚げしてるんですよね、この男は。で、ポールはですね、昼食をとってる時にですね、ピラミッドを眺めながらですね、お茶をね、飲んでたんですね。紅茶かなんかを飲んでて。で、そしたら、
すごいね、タコが邪魔だったと。だからね、けしからんやつがおるってことで鹿に行ったら、それがね、なんとブークだったという話なんですよ。で、ブークのお母さんはですね、じゃあ何してたかというと、ブークのお母さんはね、絵を描いてたんですよね。ピラミッドとですね、息子の絵をね、描いていたということでですね、まあ、面白いね、親子だなというふうに思うんですが、うん。でですね、このですね、ブークさんはですね、後にわかる話なんですが、一応ですね、同行しているですね、有名、歌手がですね、おりまして、それがですね、先ほどお伝えしたですね、ポワロがですね、偶然かどうかわかりませんが、入ったバーで歌ってた、あの黒人のね、女性がいるんですが、その人のメイのですね、マネージャー、メイでマネージャーをしているですね、ロダリーさんという女性がいるんですが、この二人がですね、実はですね、いい仲になっているんですよね。それはね、ちょっと後々に判明するんですが、うん。で、これがですね、そのね、ブークと出会った後にですね、まあ、紹介したい人がいるんだみたいな、確か そんなような流れになってですね、結婚式に呼ばれることになるんですよね。で、結婚式に呼ばれてですね、行ったらですね、まあ、旦那がですね、あ、見たことがある顔だと。ね、その見たことがある顔だって思ったその旦那はですね、例の情熱的なですね、踊りをしていたですね、その男だったんですよね。ところがですね、女性の方はですね、そのですね、例の情熱的なね、踊りをね、最初にしていた二人のペアではなくてですね、その女性ですね、情熱的な踊りをしていた女性が紹介した友達の方が、なんとですね、その男と結婚式を挙げているというね、よくわからないですね、略奪婚みたいなことをね、してるわけなんですよね。で、それを見てですね、ポールはね、ちょっと驚くんですよね。うん、なんかそういうこともあるもんかみたいな感じでですね、驚くんですが、そこでですね、その女性がですね、なんていう名前だったか、リネットさんっていう名前だったかな。まあ、その女性がですね、まあ、結婚式を挙げてるので、結婚式っていうか結婚パーティーかな。なんかそんな時に、いろいろね、友達とかですね、その、まあ、歌手とかが、まあ、集まってきてるんですよね。で、そこでですね、その、まあ、ツアーのね、メンバーっていうのがね、非常にですね、他の人もね、金持ちばっかりらしいんですよね。うん。で、まあ、そのね、メイドなどの使用人たちも、まあ、他にもね、同行しているということでですね、まあ、結構なね、メンバーが、そのね、エジプトに来てたんですよね。うん。その、ナイル川沿いかな。なんとかホテルっていうね、すげえね、綺麗なホテルにですね、そのね、パーティーを開かれてたんですよね。で、そこにですね、そのエジプトに来てからのね、風景のね、映し方がね、めちゃくちゃね、うまいんですよ。ピラミッドとかもね、多分ね、普通に撮ってたらね、すごい観光客とかいっぱいいると思うんですけど、もう誰一人いないと。で、そのブークとですね、お母さんと、ポアロだけが映ってると。あとはピラミッド。三つのピラミッドがね、ドーンと。しかも真っ昼間ですよ。っていうようなね、しかも天候もね、晴れてて綺麗な状態でね、撮ってるんですよね。まあ、すごくね、美しい撮り方ですよね。うん。確かに1937年とかいう設定だと、ね、まだ観光もね、そんなにピラミッドはもしかしたら有名じゃなかったかもしれないから、ね、人もいないっていう設定でも OK だったのかもしれない。ね、うん。まあでも、1937年時点でもかなり有名だったんじゃないかなと思いますけどね。そもそもナポレオンの時代にすでにピラミッドは発見されてますもんね。だってスフィンクスの、鼻かなんかを折ったのが、ね、ナポレオンだって言われてますもんね。ナポレオンがなんか大砲かなんか撃って、それでね、スフィンクスの鼻が取れちゃったというような話でしたよね。うん。ライオンってね、あれ言われてるけどね、ライオンにしてはね、鼻が長いから、あれは別の生き物じゃないかっていうね、説もありますよね、スフィンクスに関してはね。うん。まあ、それはさておきですね。まあ、そのね、結婚式の、結婚式とか、まあ、パーティーかな。
の中でですね、まあ、二人がね、結婚して、これからですね、楽しいね、新婚旅行をしていくというね、流れだったんですよね。ナイル川の中でですね、エジプトのツアーということでですね、いろんなところを回っていくよ、新婚旅行でという、その矢先にですね、なんとですね、その元恋人がですね、現れるんですよね。うん。でね、行く先々でですね、そのね、元恋人がね、現れていくんで、ちょっとですね、精神的にですね、そのリネットさんというですね、花嫁さんはですね、参ってるんですよね、非常にね、精神的にね。で、その友人の名前がですね、ジャクリーンっていうですね、名前なんですが、うん、本当にね、いろんなところにね、登場するみたいで、で、そのね、話をですね、ちょっと追い払ってほしいみたいなね、依頼をね、確か受けるんですよね。その、ボーラがね。で、そのジャクリーンの方にですね、話を聞きに行ったらですね、まあ、別に、まあ、ジャクリーン自体も別にね、何かしてるわけじゃないんで、別に警察に突き出すこともできないし、推理とかでね、どうこうするっていうね、そんな話でもないんで、まあ、ジャクリーンの動向をね、探るぐらいしかできないっていうのがね、ボアルの現状だったんですが、でもね、話を聞きに行ってみるとですね、なんとですね、ジャクリーンさんはですね、やはりですね、その、元、彼氏のことをですね、今でも、好きであるということをですね、堂々と述べておりまして、で、諦めてないということでですね、で、何かあったらですね、22口径のですね、ちょっと小さめのね、銃を携帯しておりまして、まあ、これでですね、どうかするかもしれないみたいなことをですね、言うんですよね、ポワロに対して。で、それを聞いてですね、ポワロはですね、まあ、悪いことは言わないから、家がね、資産家だったら、もう家に帰った方がいいと、安全のためにね。それでね、しっかり、セキュリティがね、高い状態にして暮らしておけば、ジャクリーンが何か起こすこともないでしょうみたいな話をするんですが、リネットはですね、せっかくのそのね、新婚旅行を本当にね、楽しみたかったのに邪魔されたくなかったということでですね、非常にね、残念な気持ちになっているんですが、旦那の方ですね、旦那の方はですね、サイモンという名前らしいんですが、一興ね、案じるんですよね。というのはですね、船にですね、乗ろうと。豪華客船にね、乗ってしまえばですね、客はね、その、ジャクリーンがね、乗ってこなければですね、船の中だったらね、安全じゃないですか。ね、ホテルの中だったらさ、いくらでもまあ、人が入ってくれるけど、船だったらさ、入る前に、ジャクリーンが入る前にさ、船が出航してしまえば、もう二度と、ジャクリーンが乗れるチャンスっていうのは、まあ、別にね、他に停泊する、まあ、港があるとは思うんですが、そこに、行くまではですね、絶対乗ってこれないわけですし、船に乗ったってこともバレなければ、ジャクリーンが乗ってくることはないんで、まあ、そういったね、ツアーにしようということでですね、まあ、変えていくんですよね。ハネムーンの予定をね、うん。っていうようなね、ことをですね、やっていくんですよね。うん、で、そのですね、ナイル川クルーズのですね、客船をね、貸し切り様子してですね、そこのですね、また、音楽をするメンバーとですね、そしてですね、ポアロも一応ですね、誘ってもらってですね、そこにね、乗り込むんですよね。うん。で、まあ一応ね、その中にはですね、そのお母さんと、そのブークのお母さんとですね、ブーク自身もそこに乗ってるんですよね。うん、で、そこでですね、そのナイル川クルーズに、行ってですね、まあ、しばらくはですね、結構楽しんでる姿がですね、まあ、映像として映し出されるんですが、その風景もね、非常に綺麗なんですね。まあ、船自体もすごく美しいですし、まあ、中でのね、遊びもね、なんかね、なんて言うんだっけ、カーリングみたいなことをね、やってるんですよ。特定のところにね、うまいこと、玉みたいなのを、そこに、玉というか、板かな板みたいなところをそこに、うまいことをこう、
停止させれば点数になるみたいな、そんなゲームをしてたりとかですね、いうような風景が映っておりまして、まあすごくですね、豪華客船でですね、楽しそうにしているという、風景がしばらく映し出されておりまして、それがね、前半もう40分から50分ぐらいで、まあ、至極ですね、まあ、何もね、事件が起こらずですね、平和なね、光景がね、ずっと続いてるんですよ。まあ、当然ね、ジャクリーンも乗ってきてないし、ね、その、恨まれてるだろうというですね、ジャクリーンがいないからですね、それはね、犯罪も起きないだろうというふうにね、予想はできるんですが、しかしながらですね、アブシンベル神殿というですね、神殿にですね、途中ね、立ち寄るんですよね。それがね、どこだったっけな。ね、地名はちょっと忘れちゃったんですが、そのアブシンベル神殿というですね、非常にね、有名な神殿がありますよね。ラムセス8世か4世か忘れましたけど、なんかその人が、称えられているような神殿があって、でそこにね、一応ね、まあ、ツアーなんで、観光としてですね、そこに降りてですね、みんながその神殿の中をですね、観光して歩いていくというようなシーンがあるんですが、そのね、神殿に入る前にですね、なんかね、嵐が起こっているような雲が遠くに見えてですね、あれは何みたいな感じでですね、奥さんが言うんですよね、リネットさんがね、でもまあ遠くにあるからね、大丈夫だ、問題ないよ、みたいな感じでですね、みんなでですね、入っていくんですが、神殿の中にね。でですね、そのね、旦那のサイモンさんとですね、奥さんのリネットさんはですね、二人ともですね、まあ、人がね、いっぱいいるし、まあ、その緊張状態だったからかっていうのもあると思うんですが、まあね、全然ですね、まあ、いわゆる愛情表現ができていなかったということでですね、二人でですね、ちょっとですね、アブシンベル神殿の、なんかね、その石像のですね、裏側の方までですね、登っていくんですよ。石像結構ね、高さあるんですけど、結構の高さのね、頭の裏側ぐらいのところにね、小道があってですね、そこら辺まで、ね、登っていってですね、二人でですね、なんかね、愛情表現をね、しようとしてたらですね、上からですね、岩が降ってくるんですよね。で、それはね、間一髪当たらなかったから助かったんですけど、何者かがですね、やはりね、命を狙われてるんじゃないかというですね、また疑心暗鬼がそこからね、発生していくんですよね。で、その後ですね、そのね、大丈夫だって言ってた嵐がですね、ブワーっとですね、その神殿にね、やってきてですね、ちょっと不穏な空気が流れるんですよね。で、これはちょっとみんなもうダメだということでですね、その客船の方にですね、みんな戻っていくんですね、その豪華客船の方にね。うん。で、でもね、まあ一応ですね、その嵐を抜けていけばですね、まあ特に問題はないので、何事もなくですね、また、ツアーがね、楽しめるかと思ったらですね、なんとですね、そこにですね、ちょうどね、停泊してたんですよね。確かその時ね。うん。で、そこにですね、なんとですね、ジャクリーンですね、その元恋人がですね、現れてですね、乗り込んでくるんですよね。うん。別ですね、その、ね、客として来るんだったら拒むことはできないから、ね、うん。ということで乗ってくるんですけど、でもこれ貸し切りって言ってたからさ、客としてやってくる、来てジャクリーン入れるっていうのちょっとよくわかんないんだけどさ、まあでもね、ジャクリーンはね、入ってくるんですよね。で、客として来たんだったら断れないとか言ってですね、中に入ってきてですね、またですね、そのですね、新婚の二人にですね、プレッシャーをかけるんですよね。うん。でですね、そんな旅路のですね、夜になってですね、ラウンジの方でですね、言い争いをね、することになるんですよね。奥さんのね、リネットはですね、ジャクリーンに対してですね、まあ、リネット自体がね、結構ですね、周りからね、妬まれたりね、恨まれたりしてるっていうことをね、結構自分で自覚してるね、人間だったんですよね。っていうのはね、なぜならこの人ですね、まあ、一応ね、まあ、莫大な、ね、財産を相続した人間であって、お金があるがゆえにですね、周りの人からですね、反感を買っているというようなですね、人物ではあったんですが、なのでですね、まあ、後々ね、
わかることなんですが、まあ、結構ですね、横領されてたりするんですよね、お金をね、財産をね、横領されてたりとかですね、したりとか、あとですね、さらにリネットが亡くなった時にですね、その自分のね、持ってるお金を相続する人間っていうのをですね、さらにですね、連れてきていたりとかね、してるんですけど、まあ、その人もですね、もしですね、リネットがここでね、亡くなればですね、その莫大な財産がですね、自分のものに手に入るっていうね、それがね、リネットの名付け親っていうね、女性がね、いるんですが、まあ、その人が乗ってきてたりとか、ちょっとね、不穏なね、空気がね、流れ始めてきてるんですよね、そこでね。横領のやつもね、まあ、その時は横領だってまだバレてはいないんですが、なんかですね、リネットのいとことかやつがね、乗ってきてておりまして、そのいとこはですね、なんかよくわからない契約書とかをですね、リネットにですね、差し出して、来るんですよね。あ、これは簡単な契約書だから、サインだけくれ、みたいな感じで言うんだけど、リネットはね、私はね、そういうのはしっかり読んでからじゃないとサインしないわ、とか言って言うんですよね。そしたら旦那のサイモンはね、俺はそういうのはそんなに読まずにサインしちゃうけどな、みたいなことを言うんですが、まあ、そのね、多分契約書みたいなのに何も考え読まずにサインしてたら、おそらく財産のいくらかを失ってたんじゃないかな、というようなですね、怪しげなね、書類だったんですよね。ただね、ちょっと読み込むみたいな話のことを言ったんで、そのね、いとこのやつはですね、あ、そうか、じゃあまた時間があるときでいいよ、とか言ってですね、その契約書をね、取っていくとか、いうね、ちょっと不穏な動きがね、だん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 ね、見られるようになっていくんですよね。うん。で、その夜にですね、そのお金に関してですね、何の絡みもない人間は、そのね、ジャクリーンですね、その元、旦那の元彼女のジャクリーンだけは自分にとってですね、お金の絡みがない唯一の友達だみたいなことをですね、ジャクリーンに言ってですね、リネットはですね、その夜寝室にですね、向かっていくんですよね。うん、だいぶですね、記憶が飛んでるんで、時系列はちょっとバラバラになっているところも結構あるんですが、これの順番は多分正しかったと思うんですけど、寝室に向かっていくんですね。で、その後にですね、サイモンの方がですね、旦那の方ですね、旦那のサイモンさんがですね、そのジャクリーンに対してね、切れるんですよね。いい加減にしろと。お前のことなんか最初から好きじゃなかった、みたいなことをですね、矢継ぎ早にね、言っていくんですよね。なんだったかな、好きじゃなかったみたいなことを言って、なんかね、もう2、3ですね、結構ひどいことを言ってましたね。財産目当てみたいなことは言ってなかったと思うけど、ジャクリーンのことをかなりなんかこう、ひどいことを言ってたら、ジャクリーンがですね、発砲するんですよね。その22口径のね、銃を持ってるって言ってたじゃないですか。その銃を使ってですね、発砲するんですよ、バーンつって。で、それで足を撃たれるんですね、その、サイモンの方がね、うーとか言ってですね、サイモンがね、足を打たれてですね、倒れ込んでですね、で、そのジャクリーンの方もですね、気が動転してしまってですね、撃ってしまったせいでね、うわーみたいな感じでですね、銃を投げ出してですね、気が動転してね、パニックになるんですけど、周りにいたね、なんか看護師さんやってた人とか、ドクターの人とかがですね、うまいことね、対処してくれるんですね。で、そのドクターの人もですね、実はですね、そのリネットっていうね、神父さんの元恋人だったんですよね。元婚約者かな。だけどまあ結局結婚がね、破談になったっていう人で、だからリネットをに対してまあ結構悪意というか、恨みがあってもね、おかしくないっていう人間なんですよね。そのお医者さんもね。うん、で、その看護師さんとですね、誰か2人ぐらいの女性に付き添われて、そのジャネットさんはですね、寝室に、連れて行かれてですね、で、なんかね、モリヒネかなんかを打たれるんですよね。モリヒネなんか打っていいかどうか知りませんが、モリヒネ打ってから鎮静してるわ、みたいな感じでですね、寝かせつけられるんですが、その、ね、旦那の方はですね、足の怪我があるんで、別のね、また部屋に連れて行かれてですね、治療するみたいな感じで、連れて行かれるんですが、
翌日か翌朝かちょっと忘れましたけど、あのですね、誰かが部屋に入っていったら、そのリネットさんですね、要は お嫁さんですね、が頭をですねぶち抜かれてですね死亡しているのをね、発見してしまうんですよね、翌朝だね、射殺体がね発見されてですね、死亡時刻はですね昨夜のね騒動があった時の頃であったということなんですよね。だけどですね、まあジャクリーンがね犯人かどうかということをですね、確認しようとしたらですね、その元、元カノですね、元カノがね、その花嫁さんを恨んで撃ったんじゃないかということをですね、推測しようとしたんですが、まあ明らかにですねずっと見張られてたという証言があったんで、彼女に犯行は不可能であるということでですね、じゃ誰がやったんだというね謎解きがここから始まるんですよね。まあここからがですね非常にね、怒涛の展開でね、まあ、面白かったなというところですね。で、銃で撃たれていたということなので、そもそもですね、まあジャクリーンはもう撃った拍子に銃を落としてるんで、凶器自体も持ってないからジャクリーンには犯行が不可能なんですよね。うん、でも恨みがあるとしたら、その中それまでに見せてた話だとジャクリーンしか恨みを持ってないんじゃないかなというふうにね、見せられてたんですが、よくよく話を聞いていくとですね、かなりですねみんなですね、そのリネットさんに対して関係がある人間がですね、ばかりなんですよね。いとこのね、人とかもね、リネットさんと関係があるし、お医者さんもですね元婚約者だったし、まあ、看護師さんとかは多分どうだったかなちょっと覚えてないけど、ちょいちょいリネットさんと関係があるね人間がね出てくるんですよね。うん、で、誰かですね、多分看護師さんだったかな、誰かねもう一人がですね、うん、目星がつかなかったんだけど、ですね、一応ですね、ポアロがですね、このエジプトに来てた理由をですね、明かす時がね、来るんですが、ポアロはですね、実はね、ブークのね、お母さんからですね、ロザリーの人柄のね、調査を依頼されてね、実はエジプトにやってきてたんですよね。で、ロザリーっていうのは、有名歌手の姪っ子ですね、マネージャーをしてた姪っ子っていう人で、この人のですね、人柄の調査を依頼されてですね、エジプトにやってきてたんですね。で、それはなぜですね、ロザリーのね、人柄の調査を依頼してたかというと、奥さん、ブークの母親のですね、はですね、非常にですね、厳格な結婚観を持っておりまして、イギリスの上流階級の女性としか結婚しちゃいけませんっていうね、厳しい、結婚観をお持ちだったので、ロザリーのね、人柄をチェックしようということをね、言ってきてたんですよね。ロザリーもそもそも黒人さんだし、多分上流階級の手でもないんで、基本的にはですね、まあ、そもそもが NG なんですが、だけど一応ね人柄を調査しようということをねしてたみたい で、ポアロはねいろいろですねロザリーの人柄をで分析しておりまして、その旅の最中にね、で、まあ、ロザリーは結婚付き合うにしても結婚するにしても、まあ、申し分ないというふうにですね、ブークのお母さんにね報告するんですよね。うん、まあ、そんなようなねシーンがあった時にですね、リネットのですねメイドがねいたんですが、ルイーズさんという方なんですね。そのルイーズさんがですね、なんとですね、船のですね、外輪っていうのかな、多分蒸気機関車の船だと思うんですが、ですね、水車みたいなですね、そういうね、
車の言うとタイヤみたいな部分のところに水車みたいなですね、仕掛けがありましてですね、そこにですね、その、ルイーズというね、メイドさんがね、挟まっていたんですよね。うん。これなぜかというとですね、リネット殺害のね、犯人をね、見たかもしれないということをですね、ほのめかしていたので、それとなくですね、その犯人にですね、さらにね、黙ってるんだ、黙ってるから金をくれということでですね、消されてしまったんだということがですね、想像推理されるようなね、内容だったんですよね。だからその時にですね、ルイーズがですね、ちらっとみんなの前でもね、そんなようなことを言ったので、その時にですね、しっかり聞いていればですね、もしかしたら、こっから先のですね、展開もですね、防げたかもしれない事案だったんですが、うん。ただですね、悲劇がね、また起きてしまうんですよ。最後にですね、ブークですね、どうしても聞かなくちゃいけない人間がいるということでですね、友人であるですね、ブークに対してですね、なんとですね、ポアロがね、尋問をし始めるんですよね。ブークはですね、このジャクリーンさんですね、元カノですね、サイモンの元カノジャクリーンさんがですね、サイモンを撃った夜にですね、リネットをですね、起こしに行ったはずだったんですが、リネットはですね、すでに殺されていたと。でですね、無職でですね、結婚資金が欲しかったブークはですね、なんとですね、リネットがですね、つけていたですね、持っていたですね、高価なですね、ネックレスをね、実は盗んでいたんですよね。うん。で、ポアロがですね、ネックレスを探し始めたために、返しに行こうとしたブークはですね、ルイーズ殺害のね、現場をね、目撃していたということでですね、でその目撃した、つまりですね、ルイーズ殺害したのは、リネットを殺害した犯人と一緒ってことなんで、今回の事件の犯人をブークはですね、見てしまったということなんですね。だからブーク自体がですね、殺人をしたとかではなくてですね、ブークはですね、何をしたかというと、要は、犯人の、を見たのに、告げなかったと。っていうのは、ネックレスを盗んでしまったから、ね、犯人の名前を告げるようにも、自分も罪を犯してるんで、告げられなかったというですね、かなりね、苦しい立場に、ね、なってしまってたんですよね。で、なんでこれをね、盗んだかというと、ね、お母さんがですね、おそらく結婚許してくれないから、結婚資金がね、出ないと思ってですね、そのね、ロザリーさんと結婚するんだったら、お金をね、稼がなきゃいけないけど、手っ取り稼げるんだものが、高価なネックレスだったんですよね。だから盗んだというような話だったんですよね、多分ね。で、ポアロはですね、そのようなですね、ことを目撃したんだったら、犯人の名前をですね、教えてくれというような話になっていたんですが、なんとですね、このブークさん、射殺されてしまうんですよね。ということでですね、なんとですね、ここまでにですね、3人の方がね、お亡くなりになってしまうんですよね。うん、これですね、前回のオリエント急行殺人事件の時はですね、亡くなったのはね、1人だけだったんですが、なんとこの、ナイル殺人事件に関してはね、すでにここで3人亡くなってしまうというですね、かなりですね、急ピッチでね、話が進んでいくんですね。これ多分一夜か二夜か、それぐらいの話なんで、本当に急ピッチに話が進んでいくんですよね。うん。でですね、その時にですね、なぜそれが分かったかというと、ブークが、いろんなものに関わったかっていうのが分かったかというと、なんかね、ブークはね、赤いコートをね、着てたはずなんですよ。けどその赤いコートをですね、なぜか途中からですね、着てなくてですね、赤いコートはどこにあったんだみたいなことをね、質問するシーンが出てくるんですよね。で、それがですね、またさらにですね、次のですね、犯人をですね、推測するヒントになっていくんですよね。で、その赤いコートがですね、なかったがため、ブークの お母さんがですね、絵を描いていて、その絵の中にピラミッドに登ってる息子をね、描いてたんですよね。で、息子がですね、赤いコート着てたから、赤いコートで、
絵の具でですね、描こうと思ったら、その絵の具はね、なんとね、なくてですね、あれどうしたことだろうみたいな感じで、代わりにね、緑の絵の具を使ってですね、絵を描いていたんですが、それがですね、後々ですね、とある案件でですね、関わってくるんですよね。うん。赤いコートはね、コート自体はね、どうしたかっていうのはね、ちょっと覚えてないんですが、なんでコートを失ったかちょっと忘れてしまったんですが、ただコートを脱いでいた、かつ、赤色のね、絵の具がなかったから緑色に塗ってたっていうね、そういう話はね、あったよね、確かね。で、まあ、3人ね、亡くなってしまってですね、人がね。で、まあ、でも犯人はね、この中にいるということでですね、最後にですね、みんなの前でですね、推理をね、披露し始めるんですね。これの、映画に関してはですね、前回のオリエント急行の時もそうだったんですが、結構ですね、なんていうのかな、金田一くんとかですね、名探偵コナンとかに近い、推理のやり方なんですよね、このシリーズに関しては。うん、で、推理をし始めた時にですね、ですね、最初にね、誰を言ったかな。そう。事件がですね、複雑にこの世がね、絡み合っているというね、話をですね、言ってて、まずですね、だから、一連のね、事件がですね、同一犯でね、行われたものじゃないということをですね、言い始めるんですよね。これがですね、私がもう完全にね、騙された、ところなんですよね。うん。なんかですね、いとこの管財人でですね、その財産を管理しているような人がいたんですが、そのリネットさんのね、花嫁さんのいとこで、財産を管理しているとか言ってた、その男はですね、横領してたということがですね、後々わかるという話だったんですが、なんかね、追悼帳というかね、帳簿をですね、ポールはですね、勝手にね、見てですね、あ、この本と間違えてしまいましたみたいな感じでですね、言って返すというシーンがね、出てくるんですが、まあ、その帳簿がね、明らかにですね、不正につけられてたっぽくて、だから横領してるということがね、まず分かったんですよね。で、しかもなんかその、もし、私が犯人だったらこれで撃ちますよみたいなことをね、職業柄ね、結構ですね、危険にさらされることもあるんで、銃は携帯してるんですよみたいなことを、そのいとこのことが言って、この人が言ったりしてたんですが、その人が持ってるライフルは44口径かなんかで、22口径のね、銃よりも全然大きい銃を持ってたんですね。うん。だからまあ、その凶器としては当てはまらないものを持ってたんですが、ただですね、この男ですね、なんとですね、最初のですね、そのアブシンベル神殿でですね、岩を落としたね、事件を引き起こしたのがこの男だったんですよね。ただね、目的はちょっとよくわかんなかったんですよね。多分ね、驚かすためとかそんな程度だったと思うんですが、岩をね、落としてきて、あわやですね、それに当たってたらね、サイモンと、リネットさん、どっちかは死んでたかもしれないというぐらい結構大きな岩だったんで、まあ、そのね、最初の事件に関わってたのは、実はその男だったんですよね。うん。で、次の事件がですね、ジャクリーンがですね、サイモンをですね、撃ったという話なんですが、実はですね、これ、サイモンはですね、撃たれてなかったんですよね。空砲かなんかでですね、撃たれていなかったということがね、わかるんですよね。これはですね、そこにね、残されてたですね、ハンカチかなんかと、もう一個ですね、なんかね、二つぐらいのアイテムがあって、そこからね、推理されて、いたんですが、ハンカチかなんかでですね、その、撃たれたっつってですね、傷、跡をね、抑える、足のね、傷、足を撃たれたとか言って、そのサイモンがね、抑える、シーンがね、あったんですが、それがね、本当にね、撃たれて血が出てたんだったら、ハンカチに残ってる血は、まあ、色がね、抜けずに、ね、もっとドス黒色になってるはずなんですが、それがですね、盗まれたですね、赤のですね、インクを使ってですね、血に見せかけていたっていうことはですね、推理したんですよね。で、それがね、動かぬ証拠になるんですよ。
一旦水に落ちて、それを引き上げたらですね、色はピンク色になってるはずだっつってですね、それをパッと見せたらね、本当にピンク色になっててですね、で、サイモンがですね、実は、撃たれたって言ってた時は、全然撃たれてなくてですね、全然動ける状態だったってことがね、バレちゃうんですね。その時にね。うん。だから、サイモン自身がですね、その、わずかな隙を縫ってですね、奥さんであるですね、リネットをですね、実は撃ち殺していたんですよね。で、なんでサイモンがそんなことをしたかということなんですが、これですね、サイモン自身がですね、単独でやったかと思いきやですね、なんとですね、これジャクリーンも絡んでたんですよね。あんだけですね、サイモンがですね、鬱陶しいって言ってたですね、ジャクリーンが、とサイモンはですね、実は二人ともね、最初からですね、ずっとね、愛し合っている存在であって、二人でですね、なんとね、この事件を引き起こしたというね、ことがですね、バレるというか、わかるんですよね。で、これがね、すごくね、意外でですね、私はてっきりですね、この事件の犯人はですね、その、医者を名乗ってた男か、その、いわゆる管財人と言ってて、いとこの役をやってた男か、どっちかだろうなと思ってたんですよね。女性陣も何人かいたけど、名付け親をしてたっていう女性で、リネットが亡くなった遺産が転がり込んでくると言っている女性とかですね、あとメイドの女性とか、看護師の女性とかいましたけど、でもそんなに強く動機は語られなかったんで、あり得るとしたら男性陣で、しかも銃をね、最初から持ってたというふうに、言われてたのは、まあ、そのね、いとこの、男ぐらいだったんで、で、メスのような凶器でね、2番目に殺された人、そのメイドさんのね、ルイーズはですね、メスのような凶器で殺されているんだろうと言ってたんで、まあ、この人も関わってるのかなと、そのね、元お医者さんで、お医者さんで元リネットの婚約者ですね、男ですけどね、が関わってるのかなって思ってたんですけど、まあ、それがね、全部裏切られた形で、ジャクリーンとサイモンが実は共犯で、犯行しておりましたと。で、リネットの財産を奪ってですね、リネットが、さらにサイモンも奪って、リネットの財産を奪ってですね、二人でですね、まあ、暮らしていくという計画だったみたいなんですよね。うん。で、じゃあサイモンはね、本当に、怪我はしてなかったのかというと、まあ、リネットを撃った後にですね、客室に走っていってですね、また、走っていって、リネットを撃った後に、多分ですね、まあ、ラウンジか、ドクターとかはわかりませんが、改めて自分のね、膝を撃ったという流れでですね、一応怪我を本当にしてたということなんですよね。で、すべてを見抜かれてですね、その二人のですね、二件の殺人をしたですね、人はですね、まあ、ジャクリーンが、背中が、サイモンの背中から撃ってですね、二人でですね、仲良く、お亡くなりになっていくという結末を見せるんですよね。ちょっとね、ちょっと話全然まとまってない段階でね、喋ってしまって申し訳ないんですが、だから、ジャクリーンがですね、残り3人殺されたという話だったんで、そのメイドのね、ルイーズとですね、あと、ポアルのね、友人だったブークを殺害したのは実はジャクリーンだったっぽいんですが、そこでね、どうやって殺害したか全然覚えてなくて、まあ、サイモンは一応ね、足をね、怪我してるから自由には行動できないんで、やったとしたら、まあ、ジャクリーンしかいないんですけど、それをどうやってやったかっていうのまではちょっとね、覚えてないんですが、一応共犯でね、やったという話で、まあ、見事にね、その犯人の予想は裏切られたというところでですね、終わっておりました。いや、本当にですね、今回マジで全然まとまってない状態で申し訳ないんですが、前回のね、オリエント急行の時は、分かりやすかったんですよ。多分全員がね、犯行に関わってたんだろうと
いうことはね、前回は分かりやすかったんですけど、今回はですね、非常にですね、分かりづらかったですね。犯人、亡くなった人が3人出てきたのと、ね、しかも、その亡くなる前にピンチだったっていう、演出が全く違う人が犯人だったりとか、で、かなりですね、今回は犯人が絞れなくて、これ小説読んでたら、もっとすごい、騙されたって感じになってたんだろうなっていう感じがして、非常にですね、面白かったなという感じがしておりますと。はい、ということですね、全然話がまとまってなくて申し訳ございません。ただね、この映画はですね、前回のですね、オリエント急行殺人事件の時と同じでですね、非常にですね、美しい映像が、本当にね、最後ね、神殿、じゃなくて最後ね、宮殿みたいなのがね、立っててですね、そのね、絵もね、綺麗なんですよね。ただですね、これ、そんなにですね、評価も高くなかったっぽくて、批評家サイトロッテントマトではですね、271人の批評家のうち 62% が肯定的で、平均評価は 5.9、10点満点中 5.9 であったと。古風で欠点もあるが、堅実なエンターテインメントであるナイルシスは、オールスターキャストと主演のケネス・ブラナーの原作に対する明らかな愛情によって盛り上がっているとされているということでございます。はい、ということでですね、ちょっとナイル殺人事件、うまくまとまってなくて申し訳ございません。これね、他にもですね、1974年版と、名探偵ポアロのドラマもあるっぽいんで、まあ、それもね、どっかで見れたらいいなというふうに思っております。はい、ということでですね、ぜひぜひですね、美しいエジプトの光景ですね、アブシンベル神殿もね、綺麗に描かれておりましたし、ホテルもすごく綺麗でしたし、船もね、豪華な船でございましたし、非常にね、美しい光景だったなというふうに思いますね。まあ、エジプトのナイル川周辺とかもね、綺麗に撮れておりましたので、またまたですね、お時間があったらぜひ見てみてください。ということでですね、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。